はいえー、僕自身小さい頃から絵を描くのが好きで,でそういう中で大学もそういう中高の勉強の延長線上で大学に行きたくなくてで、まあ、そのずっと好きだった絵に付随して何か学べる分野はないのかなと探していた時に、えー、デザインという分野を見つけてですごく自分に当てはまるなと思いすごく興味を持ったきっかけです。 特にそのグラフィックの中でもタイプグラフィーという分野をすごく興味を持って取り組んでいてそれにまつわる手法だったり技法、まあ、本などで知識を習得したりして日々、えー、と勉強中です。はい、えっ、ー、と僕自身大学内のビジュアルデザインチーム「獣道」というサークルに所属していてでゼミ生の方からこのオペラコンクールの紹介をされその「獣道」の中から2名ほど紹介を ししてほしいという中で,で、まあ、内容を見るとすごく規模の大きいことができそうなコンクールだなと思いすごくちょっとオペラのこと何もわからなかったんですけど手を挙げて参加しましたもう本当にオペラがそのこれを取り組む前はオペラって何なんだろうって全然わ <laughs> かんなくてわかんないまま正直始めたのがもう正直なところなんですけど。で取り組んででいく中で だだんだんそのオペラの歴史であったりオペラ歌詞についてもすごく調べることが多くてで思った以上に面白いすごく歴史のある分野なんだなとその取り組んだ後ですごく学ぶことができました、えー、と僕自身、まあ、このコンクールをしっかりと調べていくうちにしっかりとまず国際コンクールであることがでも世界中にしっかりと伝えなければいけない、えー、とオペラコンクールだよということを強く知りましたなのので、で、このポスターを見ただけで 日本のこの静岡県でオペラコンクールが開かれるということを広く伝えなければならないようなデザインにしなければならないと考えましたなのでオペラ本来が持っている気品さ気品さであったり緊張感そして日本が本来持っている、えー、と伝統模様にとつ市松模様を組み合わせて世界中に一目で伝わるようなデザインを目指し制作をしました、えー、大学ではグラフィックデザインそして課外活動では チームを組んでアプリだったりウェブとかをなどを制作してるんですけどそういって幅広い分野でマルチに活躍できるようなデザイナーになりたいです。